はい、山口さん、こんばんは。えっ、ー、と、今日はですね、えー、お越しいただいてありがとうございました。えー、そして、えー、っと、12時なのか1時だと勘違いしてですね、遅刻してすいませんでした。えー、っと、今日はですね、えー、まあ、山口さんにとっては、割とショッキングな日だったのかなとかあ、思ってしまうんですが、あやっぱりね、お仕事と、 おまあ、本業と副業っていう言い方をしましたけどここは是非ボーダーレスでね、えー、考えてほしいわけですよお。基本的に仕事っていうのはその価値を与える代わりに対価としてお金をもらっているっていうことを考えていくとどの仕事もね副も本業もないわけですよね。 はい、で仮にここに定義づけてしまうとこっち側が本業でこっち側が副業でっていうことになると今日も言いましたように副業のお客様にも失礼になっちゃいますし、えー、副業がをやっててなおかつ本業に支障をきたしても駄目なんですよ。 でえー、と少々厳しいこと言いましたけどやっぱりクレイジーな期間でクレイジーな結果を出すっていうことを考えていくとですね自分にプレッシャーと負荷をかけなりにそれなりにこの何半年とか学び始めてやってると思うんですけどやっぱりね、あのー、きちんとお無理をするっていうのも時には必要なのかなと僕自身は思っています。 あだからですね僕のネオピー、まあね OP、カレッジの生徒にはあなんていうか本当に結果を残してほしいしその成功体験を積み重ねてほしいんでこう割ときついことも言いますし、まあ、今日ね聞いてもらったところがあんなあ常にあんな感じなんで僕はだからあの結果に対しては本当にあの結果を出すために僕がいるみたいな。 <laughs> 感じで、うん、セッションっていう映画がね、あるんですよ。で、この前ね、女性に、今指導してる女性に一人言われたのが、藤井さんはセッションっていうね、あのまあ、バンドというかドラムのね、あの映画なんですけど、ドラムのそう先生がですね、めちゃめちゃ怖いんですよ。物が飛んできたりとか、でもすごい天才的なドラマーで、えー、まあ、そのセッションっていう映画で、その その先生みみたたいいにスパルでですねみたいな感じで言われて、まあ、僕的にはあの別に僕のこと嫌いになってもあなたが稼げればいいんだよみたいな感じなので別にどっちでもいいんですけどなんかそういうノリとかでですねやんないと実は結構人って弱いんでクレイジーな期間でクレイジーな結果を残すっていうのは割と難しいのかなと思います。まあとは言ってもですね最後に ご連絡したネオピーカレッジですね。えーまあ、第3期なのか別の形やるのかは別にしてある意味僕の下にねで2ヶ月間とか1ヶ月間学んでいただくとまあうんまあ払った分以上はもちろんねあの結果はもちろん出させますからあそこに関してはですね僕自身もあの過去の経験もねありますし割と僕女性の方が教えるの多かったりするんですよ。 なので自信まあ強制はしませんけど早く結果を出して、えー、早く50万100万っていうことを考えるんであればですね誰あの何をするかももちろんカメラ転売行くことは大事なんですけど誰とするかっていうのがもっと大事なんで、えー、ここをねよく考えていただきたいなと思います、えー、ビジネスの話は以上で、えー、僕が最後の、ね、お話ししたのがすごく興味深かった んですよ,あのよくお話ししてくださったなと思ったんですけどあのえー、っと進学のねご両親との進学の話なんか僕もすごくねそのお金の親のお金のことですごくトラウマになって傷ついて、まあ、ぐれたような時期もあったのですごく共感できましたあーだからこそお金を稼ぎたいとか自分の子供たちにはねもっといいことをしてあげたいとかっていうのも本当によくわかります。 はい、僕が今そう思ってますからそういう意味で言うとですねあのネオフィカレッジ同行ではなくてやっぱりあの一緒にやっていきたいネットビジネスをね広島での仲間だなっていうのをすごく感じましたんで、えー、逆になんかあお話ししてくださってですねそこは感謝を申し上げたいなと思います。ありがとうございいますはいまあ ということで,です、ね、えーまあ、どうされるかっていうのも含めてですねまた教えてもしよければ教えていただけたらなと思います、えー、今日ねどうもお疲れ様でした失礼します